で、これでチームが変わると。荒木京介。これは、あれだね、俺がなんか唯一見たって言ったなんか、桃太郎みたいなやつ変身するやつだよね、多分。マッドかい。もう文字が荒々しいもんな。爆走爆撃爆裂拳。なので、なんか、あれやな。ヒドアカの爆豪みたいな、ちょっとこのネーミングセンスを想像してしまうな。最強であることにこだわりもスタッフが、非常に血の気が多く、喧嘩っ早く口をまだいが、義理人情には厚くまっすぐな性格の持ち主。かっけえな。普段は市場にある精肉店なるバイトをしている。カムイなる人は、経営の中。ナルシストな。でもなんか主人公ポジションだな、どう見ても性格が。ね、ちょっと荒っぽいけど、真面目とか真面目みたいなね。すげえいいやつだな。で、声があるか、なるしか。今とかあんまりいいとこないんだよな。ちょっとナルシストっていう部分が強すぎるからかな。もっと美しいレベルは俺だ。そういうことを証明してみせよう。でも、気は、あれだな、経営の中だけど同じチームなんだね。じゃあ意外と仲いいのかも。なんかみんな、それ18歳だけど、彼だけ成人済みなんやな。己の美しさの絶対的な自信を持つ美青年。美青年。自称天才クリエイター。へぇ、北条 M かな。極度ナルシストで、作品はすべて自画像のみ。普段は、拠点兼アトリエのハイホテルで創作活動に、勤しんでいる。荒木京介とは異なることに衝突する。でもこの二人は、あれな、これ、この二人は、あれか、ちょっと経営の中っていう感じなんやな。もう血液型 AB 型や。珍しいな。20歳で身長180センチか。身長高えな。ナイスガイだわ、ナイスガイ。で、ちょっと余裕そうなこの素顔ね。なんか重いな。こんな思いをするのは俺だけでいい。戦いとかなんか、なんか悲しい事実を一人で背負うパティーン。あがた松之助。24歳。急に年が増してきたな。穏やかで、なんだこれ。ひょうひょうとした好青年。快活で親しみやすい性格だが、カオスイズムに対する憎しみは人一倍深い。普段は、魚屋でアルバイトをして、マット界ではリーダーを務め、あ、やっぱそうなんや。大学と荒木京介と神の足の世話を焼く。やっぱリーダーだったんだな。なんか髪型がなんかね、左翔太郎となんかフィリップの髪の色とね、左翔太郎の髪型とフィリップの髪の色を足して2で割ったみたいな感じよね。なんか、この脇の、このさ、襟の部分がすごいなんかミラーっていうか、硬そうだよね。すごい硬そうな襟してるよね。何に変身するんだろうな。あ、で、これまた変わったわ。こいつ初めましてかな。ね、これ。もうね、文字のフォントがね、工夫されすぎても何が何だかよくわかんない。ね、スラムデイズかな。スラムで合ってるかな。ルイ。インドアでダウナーなゲーマー。あー、ゲーマーなんや。じゃあちょっと北条 M と着替えそうだな。めんどくさがりだが、ひとたび興味を持つと活動的になる。戦闘能力は非常に高く、スタムデイズではリーダー的ポジションだが、ほにあまり固執していない。苦戦生活。ファイヤーしてんのか、ルイ。なるほどな。しかもあれか、変身すると、カタカナからアルファベットになるんや。シャレてんな。チェインヘルバイト。ネーミングかっけえな。つけなんか爆撃爆裂拳とかなんか言うてたやつとは全然違うな。なるほどね。お、なんかすごい、なんか、双子僕の中にはもう一人別の人間がいる。袖が9だ。へぇー。L、ロー9かな。ランス天道。なんか、また新しい、なんだな、観点からの仲間が出てきたな。聡明で推理が得意な帰国子女探偵。すごい、要素盛り込みやな。カオスイズムによって生み出された偉大な時のもう一つの人格。うわ、なんか、アレディアみたいな感じ？もしかして、WO のアレディアみたいな感じか？キュートの重人格で、互いに体の支配権を奪い合っている。メカには少し疎く、謎解きは謎解きで行う派。あれかな、確率とか樹形図とかで無理やり解いてたんかな。これからかな、なんかちょっとダブルやーって、なんか、あのオープニングムービーで言ってたやつかな。で、これまたなんか、いろんな、年の差すごいな、話、それ気まずそうやけど。まあ、親子見えて、仲間にナイスが来た。こいつも、名前カイバー、セイリューって書いてるけど、ナルシアド、ナルシストやろ、こいつ。クレッシェンドストライク、ね、デクレッシェンドみたいな、音符とかかな。キザで お調子者なヤサオ。人当たりがよく憎めない性格で、ヒュージーメッキを持つ。酒と音楽が好きで、よく飲み歩いてる。よく飲み歩いてんのか。ちょっと見たくねえな、それはちょっと。ちょっと、まあ、かっこいいのかも、絵になるかもしれないんだけどな。物事を俯瞰して見る癖があり、スラムデイズ内の均衡を保っている。流行り物へのアンテナ、ああ、なるほど。今時、ガイズか。もう今はこの家電が、今流行ってるよ、みたいな感じで。
もうチェック、もう要チェックやでみたいな感じでやってんだろうな。へえ、クレッシェンドスタイル。これどんな代だね、変身するか楽しみやな。え、シーズ？なんかサイズかな？すごいな。あ、また、ああ、なんか急に雰囲気変わったな。これまた急に雰囲気変わりましたね。なんか、胸雲かな？それは周雲か。ウィズダム。へえ、急に年、ここ、すごいな。29歳か。本当にいろんな年が出てくる。どうする？急になんか、60歳とかの還暦超えたおじさんとか出てきたら。ルナティックブレイク。なんか、ルナティック。なんか本当にありそうだよね。ライダーの必殺技で。ラウンジ・ウィズダムの支配人。ウィズダムシンクスのリーダーとして、クセ者たちを統率している。お客様の前では、笑顔で柔和な対応を見せるが、基本はクールで真面目な性格。人数の追求に、ただならぬ深い終電、情念を燃やす。情念。29歳。前川さん、ナイスガイか。ちょっと固めが隠れているところがね、ちょっと怪しさっていうのが、100倍にも2000倍にもなるよね。このなんだろうね、黒い、このメガネ拭きみたいなやつがちょっと気になるな。なんかまたチャラそうだな。ホストみたいなやつ出てきたわ。全部楽しいこと面白いの、全部制覇していきたいよね。仕事、遊びの延長と思ってタイプ？ハヤテかな？トワイライトスカイドライブ。名前な、すごいな。ラウンジのウィズダムの筆は担当。明るくの人は少し性格で笑顔を絶たないムードメーカー。様々なことに興味を持つが、飽き性で趣味が変わる。彼では3秒以上の注目がつかない。おわ、めちゃめちゃ嬉しい人。一緒に働いてたらすごい楽しい人。3秒以上の注目がつかないか。じゃあすごい、コミュ力高いんだろうな。ぜひ、西郷くんと話してほしいな。うわ、なんか、俺様キャラかな。生かしておけない怪人も、カオスイーツも、ダイダーも。へぇ、かっこええな。すげえ。しかも、声優知ってる人やったわ。また、仮面ライダー、後期。すごいな。名前かっこいいな。なんか、キーをちょっと鬼にしたいよね。してみたくなっちゃうよね。178センチか。ラウンジウィズダムの、厨房担当。厨房なんや。この見てくれて厨房なんですか。黙っていればテンションな美形だが、新しく狂気的な生活を持ち主。料理のレパートリーは多岐にわたり、どんな身にも絶品。骨格と肉質から人間性を見る。怖すぎるだろう。いや、なんか、ね、なんか料理に、すごいなんか見た目ね、すごいなんかね、チャラーって感じやから、すごい、この人も、あれかな、この人感じ、フロア担当かなって思ったけど、料理人やなんやね。すごいなぁ。おしゃれやなぁ。骨格と肉質から、この最後の一文がちょっと不穏だな。骨格と肉質から人間性を見とることができる。何、なんか、殺人事件とかに関わってきてた、もしかして。レディーとの思い出は、あー、これもフロア担当、あ、これ、こいつもやっぱフロア担当なんや。仮面ライダーない、ジョーかな。ジョー。30歳。なるほど。ここに来て初めて30代じゃない？ねえ。多分そうだよ、ね。初めて30代だよね。ラウンジ・ウィズダムのフロア担当。プルン女性を愛する紳士。またひょうひょうとしてるわ。ひょうひょう二人目だね。ダブルひょうひょうだ。しみやすい反面。嘘か本当か分からない発言で、周囲を翻弄する二面性を持つ。甘いものが好き。なんかこの最後の一文で可愛い。まあ、なんかちょっとね、アピール、可愛いアピールみたいな。周囲を翻弄する二面性を持つと。ちょっと面白い人やな。ミスティカルベイバー。ミスティカルだね。ミステリアスだね。あ、これがあれか、あの二人役のやつか。あ、これで一周か。なるほど。人事を尽くして天命を待つ。すがみに立つ者の心ですかね。なんかこの二人だけなんか雰囲気、なんかちゃうんよね。高と、ない、だ、大天？フグ大天の大天かな。これも声優知ってる人だ。スペクトラジャッジメント。うわぁ、ジャッジメント怖いわ。高とエンタープライズの代表取締役長。スケジュールは仕事の予定で数ヶ月先まで埋まっている方多忙なビジネスマン。なんか世界の平和を守ってる暇とかあるんですかね。弟のウリュウの成長を見守りつつ、高遠一族のもとして厳しかったことも、四字熟語を使いこなす。すごいね。なんか、キャラ作ってるね。髪が美しいね。この束ね方が美しいですわ。これは変身するときに髪たなびくんだろうな。ハイパー無敵みたいにたなびくんだろうな。過去の人間、あ、これが弟さんですね。若いね。あんた若いね。なんか俺の中の関西のばあちゃん出てきたわ。あんた若いね。加藤インタープライズ社長秘書。ご規制の一員であるが、現在は兄、大抵の下で企業選手たち日々修行中。それからの優等生だが、自信をしない企業になることも。可愛いもの好きで、隠れてハムスターを飼っている。何それ。
なね、胸にはドラゴン飼ってるし、家ではハムスター飼ってるんや。へえ、すごいね。やっぱ企業戦士っていうことは、まあ、なんか、そのエンタープライズみたいな感じで、なんか戦う？なんか戦って、給与を得てるみたいな感じなのかな。フラワーエンブレムか。へえ。ちょっとこの、いろんな、なんだろうね。どうなんだ、戦闘能力。この4人とかは普通に学生みたいな感じなのかな？ 18 歳、やっぱ18歳やから。で、この年間のこの28歳とか30歳の人たちはみんな仕事とかをしてるって感じなんやな。なるほど。じゃちょっと10回引いてみるか。な、これね、なんかな、ランダム引き直しできるらしいんで。星4以上か。まあ、ちょっとこの星4で出てきたキャラをちょっと推しにしていくっていう感じはあると思うんだけどね。ハード、カオストーン。あとはちょっと10回引いていこうか。星を1枚のみか。でも、ワンチャン2枚出てくってことはないんやな。まあ多分こういうなんかリセマラランキングとか出てるんだろうけどね。俺はもうそのまま10回、もうこの1回もコンティニューせずに引いていこうか。さあ、何が出てくるんや。演出もこれ大事やからね。お、スマートフォンだ。You got a message. You got a, you, you got a メッセージ。いいんですか、これ押しちゃって。急になんか文字がすごいよく見るフォントだな。ね、この後ろのね、ちょっとなんかスクロールみたいな。ちょっと洒落てるこのスクロールいいね。さあ、何が出る？おお、あ、レオンからメッセージが届いています。LINE かな？忙しそうかな。カオスとの影響と前で事件の情報を入手しました。みんな仮面カフェに集合しよう。あ、これでなんか集まってくるのが、みたいな感じか。へえ、同じ人が何回も連続で出てくるんこれやくろ。らいなら俺が運ぶお、よ。星4。重いものを運ぶのは仕事で慣れてる。お、すげえ、あ、あれじゃん、リーダーじゃん、頼れるリーダー。いやー、やっぱね、わかりますよ。かっこいいもんだって。そりゃ、星4出るわな。土木作業。すげえ動きづらそうだけど。すごいね。戦う。あー、これ、あ、変身状態か。なんだろうね、これデザインが。なんか騎士っぽい感じがあるけどね。いやー、マジで。これモチーフね、すぐパッてわかんないのがちょっと悔しさもあるな。俺はこの人やろ。あ、なんか変身してないやつもいるわ。意外な素顔。ジョー。ジョー。ジョージョー。おお、あ、変身しないパターンもあるんや。お星さんや。商業地下日常後期。で、なんか軍隊みてえな。それ防弾チョッキとか着てそうな感じのね。分厚い服着てんな。あれ、ダブっちゃった、早速。何種類もあるはずなのに。ダブってしまった。まあ、充電あるからね。お、出た出た出た。これなんか電気をやつって感じなんや。あれかなんかゲーマーみたいなやつか。なんだろうね、これモチーフが。ちょっとわかんねえわ。三角形。こうなんかそういうクイズとかちょっとし、あれライドカメラ知らない人にちょっとやってみてえな。紫が貴重だから、なんだろうね。わかんない。わ かんないわ。おお、すげえ、あれか野菜育ててんのか。あ、なんか、なんだっけ、普段、あれ、ま、なんかパトールしてみたいな。すごいね。雨竜、次元、日常、これが日常なんや。お、ゾックダンス、テンド。あ、これダンス、テンドの方なんや。なんか、Q の方が出てきたとかもするのかな。でもどう見てもね、やっぱダブルと、ダブルモチーフだよね。左右で色が違うから。まあ、ビルドかな、もしかしたら、みたいなね。意外な素顔。いや、さっきもなんか意外な素顔出てきたよね。なので、このホスト組とかは、ああ、もうこれはもう、よかった、わかりやすい。これはあれだよね、ゲームだよね。この胸の、多分ダメージメーカーが後ろにあると思うんですけど。へえ、こういうふうになんかパッと見てわかりやすい。ライダーもおるんやな。さっきの二人全然わからなかったもんな。うわ、なに、BG、BG、RY、YG、RY。なんかブロックタイプとかなんか、グーパン、ワイパンとかね。わかんねえな、ちょっと。限界突破します。どうしよっかな、引き直そうか。引き直そうかな。いや、まあでも、このまま行きましょう。せっかくね、せっかく一番最初に会ったんだから。まあ、ただダブーの前だっけよね。あ、なんか限界突破してるわ、知らない間に。僕初めて引いたよな、俺。初めて弾いたけど、これもう限界突破してるよ。ちょっとこれ長押しとかで見れないの？長押しで見れないの？これ。ちょ。ね、見たいんだけど、性能とかなんか。見えないんだ、ここで。次のページかな？ああ、そういうことか。演出があるからね。ライダーの皆さんと出会いましたね。それでは早速、調査に参りましょう。調査か。調査。これなんかイベントとかなんかな、バトルシステムとかなんか出てくるんかな？すごいね。ん？これ待って。出てきたな。もうちょっとなんか、見たかったな、カードの性能とか。まず一緒に調査を行うライダーを選びます。はい。
あ、今回は、あ、お、これなんか、星4、出てきた星4のキャラで、あれだと多分、分かれるのよな。わ、あ、もともと持ってるってことか。なるほどね。アギオさんも一緒に操作していただきましょう。ご旅行いただくライダーによって、手に入るカオスストーンに様々な変化が生じます。サポートカードなどは私が選ばせていただきましたので、早速調査に参りましょう。超有能、ありがてえわ。もう手数、もうね、こういう上司がいてほしいわ、本当に。やっておきましたよ。あとは、コース、ここをコースだけです。もう、アンヨが上手状態がいいわ。カオスストーンを手に入れるために、虹ヶ星の様々なスポットへ調査に行き、カオスストーンに関する情報を集めましょう。友達を調査しましょう。ライダーと一緒に虹ヶ星で調査に行くことで、そのライダーのカオスストーンが手に入ります。調査の行動に応じて手に入るカオスストーンへの属性が変化します。調査はこちらの応答にも進行ができるのですが、今回初めてなので一緒に進めていきましょう。なんかストーリーとかあるんかな、そういうのも。調査は街の様々なスポットをライダーと探索する、地区調査が調査の基本となります。はい。これを押してば、これ、ああ、いろんな場所に行けるわけや。へえ、調査か。生鮮食品ね、ただ買い物するだけやん。各地区に、調査できるスポットは4つずつあります。これは公園に、あ、今日様と行ってます。公園で2人とデート、いいんですか？おデートですか？おデート。行きましょうか。調査したいスポットはタップすると選択状態になり、あ、これ選択して、あ、OK、あ、ありがとうね。あ、タップするだけ褒めてくれる。再度タップすると行き先決定と、何、成功率ない、失敗とかあるの？公園のベンチにペンキ抜いた手とか、そっかな、そうすると失力に慣敗とれてか。よかった。ああ、それはどうも。特に何もされてないけど。公園を調査した。すげえ幸せマークが、すごい書いてる。公園調査したことで、アギオ様の感情に変化があったようですね。すごいな、感情豊かやな。この周りのニッコリちゃんマークとか、悲しみちゃんマークとかが。おー、グリーン、レッド。自然に触れたことで安らぎや癒しを感じたみたいですね。すげえ、日常に普段の何気ない行動に喜びを感じているわ。ライダーの感情を表すこちらのパラメータが上昇しましたね。なんかこのレッド、ブルー、イエロー、グリーンってね、ちょっと気になるな。調査ではこちらのパラメータを上昇させることで、調査後に獲得するカウンストが変化するんですよ。へえ。ちょっといまいちシステムを理解できてない。調査を行うことで、ライダーたちの感情に変化が生じて、まあ、行く場所によって、この4つの感情パラメータが、場所が変更して、それで獲得できるストーンが変わると。あ、これなの？500、B、レッドが一番大きいから、R のカオスとか手に入ったことなのかな。右下のこの C は特に今気にしなくていいかな。ちょっと、で、これだったら、まあ、イエローかグリーンがどっちか手に入るってことかな。あ、これで、何か、サポートカードと、ちょっと、あ、カオストーンゲットしたかな。サポートカードと調査付けについて説明いたします。再度、地区調査タップしてみましょう。各スポットには、サポートカードに編成したライダーの皆さんがランダムに登場し、はい、様々な、調査のサポートをしてくれます。それではこちらのスポットをタップしてみましょう。あ、いや、西郷くんと日課パト、次元くんだ、次元くん。ね。それではこちらのスポットをタップしてみましょう。いいんですか？無理はするな。普通に買い物少しに行くしだけよ。休め。もうありがてえ。地区調査で同じスポットを一緒にした調査した時、ああ、よかった。大成功が発生しやすくなる。あ、これなんか一緒に連れてくメンバーでスキルが変わって感じなんや。このようにサポートや小ライダーがいるスポットを調査すると、調査効率的に進めることができますよ。だから結構なんかキャラクターはいっぱい用意しておいてっていうか、なんかキャラめちゃめちゃ持ってても、うまくいったなんな。かあれやな、キャラが潰れないみたいな。結構いろんなキャラが使えるみたいな感じかな。調査スキルに大成功。おー、大成功。合成大成功。経験値が1.5倍。悲しみマークもゲットしたんや。大変やったな、みたいな感じかな。大成功のおかげで、レッドが通常値よりも多く上昇しましたね。プラス40したもんな。サポートカードも、また新しいやつだ。調査スキルは大成功の確率でアップしたり、様々な良い効果が発生します。調査スキルを発生させには、ライダーが封鎖されたスポットを選択する必要があります。大成功。あ、なるほど。大成功、ごめんなさい。へえ。生鮮食品は調査、タイムセールに巻き込まれ、闘争心に火がついた。主婦やん。すごい。家庭、なんか、すごいな。家事の力がある。主婦やん、ただの。で、ブレッドが40上がった。ブルが20上がった。上がるね、今日は。地区調査の行動では、気力を消費します。あ、気は、なるほどね。気力を回復させるときは、無理せず休憩を選択しましょう。優しい。ちゃんと休憩入れそてくれじゃ、る。頑張ろうか。頑張りましょう。公園行って、
生鮮食品行ってね、休憩するっていうね。前回と同じスポット調査したいときは、こちらのボタンが便利です。なおのリプレイ、もう一回同じステータス上げたいっていうときは、これを押すと。スポット調査したとき、エピソードが発生すれば、あ、こういうの嬉しいね。ちょうど生鮮食品店に三上様がいらっしゃいますね。こちらのスポットをタップしてみましょう。はい。これでストーリーが始まるのか。一定、これも一定確率かなんかな。たまに起きるみたいな感じ。お、これでレッドとグリーン、レッドとブルーか。が、アカウント。またタイムセール。何回タイムセールやってんの？もはやタイムセールじゃねえよ、それは。レッドが20上がった。ブルーが10上がった。いいね。お、サポートエピソード。おっと、サポートエピソードが発生しましたね。早速、見てみましょう。この二人の絡みが見れるとはね。だって別の、あれやもんね、ストーリーやもんね。別の、あ、ストーリーっていうか別のチームやもんね。なかなか会うこと少ないんじゃない？俺、これ、あれかな？ゲットするカード固定されてるのもしかして。全然するわけじゃないか。最後、何見て、あ、出た。イオリ、イオーマくん。何見てんだ？戦闘訓練のチュートリアル動画だ。俺もちょっと見せてや。三人で見ようぜ。あれ？それこの前も見てなかったか？いや、復習大事ですからね。この解説は実践でも役に立つから何度も見ている。なんもね、真面目なんやな、サイゴくんは。これ普通の人間じゃできなそうな動きだけど、できたらかっこいいな。あれかな、爆中とかかな。佐野武がようやってるけど。なんやろうな。どうした？ん？どうした？どうしたん？もう頭ちゃってね。で、どこ行くんだよ。あ、下、あれか、動きを練習、もう、あれか、体に叩き込もうとしてるわ。だいたいどうやればできるか分かった。今から練習してくる。そっか。すげえ、爆臭とかしてくれんかな。じゃあ俺も行く。一緒に練習しようぜ。明るーってね。明るー、エリートちょっと崩れやすそう。お、終わった。あ、それだけ？あ、別にアギオくんが出てくるわけはないやな。バトルスキル獲得。このように調査中にエピソードが発生すると、パラメータが上がった場にバトルスキルを獲得することができます。調査中に獲得したバトルスキルの力は、調査の最後に手に入るカウンストーンに宿ります。これで、この後に多分手に入るからね。なるほど。サポートでこの間からスポットを積極的に調査しよう。サポートカードでセットしたライダーがスポットを調査すると、感情パラメータが通常マップしやすくなる他に、ライダーたちの専用エピソードが発生することがあります。発生するエピソードは変わることもそうなため、たくさん調査をしてエピソードを解放しましょう。へぇー、あ、そうなんや。カードごとに異なっているのを覚えるな。エピソード発生や依頼を行うなど、調査中の行動によってバトルスキルを獲得することができます。バトルスキルはバトルを行うときに、ライダーの能力をパワーアップさせる効果があるため、たくさんバトルスキルを宿ったカオスとはより強い力を発揮します。ああ、じゃあこれをなんかイベント発動させるっていうのも、一つの技みたいなところあるんやね。へえ、次に依頼について、おぉ、ありがたい。どんどん次々と説明されていくね。依頼について説明をいたします。依頼は調査のクリアには、直接影響はございませんが、依頼を解決することで調査の効率アップやパラメータアップなど、より強い感想を入手したいときに役立ちますよ。調査のやったらぜひお試しください。もう一つ依頼を受けてみましょう。はい。新しいやつ。トイレ依頼は口をタップすると詳細を確認できます。なんかめちゃめちゃ合うね。依頼には、達成時の報酬と受注条件がございます。依頼達成には調査中のライダーのパラメータが受注条件を満たしていれば必要がございます。強くないと難しい依頼はこなせないということですね。わかりやすいね。キザポイントプラス44人か。でも今はできそう。あーで150以上あるもんね。こちらの依頼であれば、アギオ様のパラメータが受注条件を超えておりますので、問題なく達成できそうですね。あーなるほど。でも条件だからこれは超えてないといけないんだろうな。受注ボタンをタップしてみましょう。レベル。あ、OK。これで上がれば、ステータスが高ければ高いほど成功確率が上がるとかなのかな。お、ゲージ上がった。おめでとうございます。依頼達成したので、報酬を受け取れましたね。まだゲットしてないです。あ、経験値とかかな。感情パラメータを上げて依頼を受注させよう。依頼の成功率がアップしますと。なるほどね。感情、高ければ高いほどいいってことか。育て替えがありますね。もうすぐ調査は終了です。もうすぐね、ちょっと、ゲームとかしたい。ゲームの本編やりたいからね。最後に、絆調査について説明いたしますね。お、あります。絆調査。スポットに登場するライダーと一緒に調査を行うことで、彼らとの絆がゲージに蓄積されていきます。この絆ゲージが一定値の以上の時、絆調査が発生します。専用エピソードとかかな。先ほどの依頼達成の報酬の効果もあり、サポート役のライダーの皆さんの絆ゲージが溜まっていますね。絆が溜まってる。この赤いゲージか。早速、生鮮食品店を調査してみましょう。また、この二人に会えてる感じなのかな、もしかしたら。アギョ様とのイベントが、もしかしたら。お、
イエーイ一人だけ喋んなかったな。なるほどな。別に生鮮食品でみんなで会って、なんか仲良しでちょっとみんなでパーティーしないって言ってポテチとかを買うとかはないと。リザの調査が大成功しましたね。いつもにも多くパラメータを獲得できました。このようにサポート役のライダーと調査をしていきましょう。あいあいさ。あ、また出た。何回タイムセール行けば気が済む。もう、食べすぎよ、食べすぎよ、ちょっと。家計ちょっとやりくりしないといけないんだから。じゃあ今回の調査は終了です。さて、どのようなカウンストーンが手に入るのでしょうか。この前半パートを終えてからって感じか。なので、後半パートもあんのかな、じゃあ。ちょっと、キズの調査が接するといつもより、オプラメータ獲得できるので、次々にやっていきましょう。なるほどね。サポート役のライダーをちょっと見ていきながらいかないのか。こちらからオートやスキップの設定などを確認できます。なるほど。設定オーダーを押せばいいわけか。だんだんなんか分かってきたね。イベントの内容が分かってきたんじゃない？お！どうにかなってよかったよ。あ、かっけえ。これ響きじゃね、モチーフもしかして。あ行さん。ねえ。なんか口のこの牙。まあ、牙がね、ちょっとなんか、あ、牙が、まあ、あの、雷の牙の方じゃなくて。まあ、ちょっとね、ベイル、雷のリバイスのちょっとベイルっぽさもなくはないけど。色違いみたいな感じでね。まあ、響きだろうね、多分。なんとなくだけど。お、いいね。やっぱ、あれか、あ、レッドが一番高かったから、R が出てきたわ。アギョさんのカオストーンが手に入りましたね。今回はレッド属性のカオストーンになったようです。カオストーンは一緒に調査を行った。ライダーの心の色に影響され、その属性が変化します。今回の調査で様々なスポットを訪れる過程で、アギョ様のレッドのパラメーターが最も高くなったため、レッド属性カオストーンが手に入ったということになります。な、一番ステータスが上がったやつが出てくるってことかな。おめでとうございます。はあ、ありがとうございます。いろんな属性、様々な属性を揃っておくと良さそうです。これなんか全部の属性をバランスよく育てるには、全属性のカオストーンが必要みたいな感じなのかな。育成大変そう。誰のこの絵に影響され、認証中の属性が変化します。なるほどね。調査中に上げやすい属性が。まあ、調査する場所を変えれば、まあ、それはできそうだね。報酬はいりません。あ、じゃあ、カオストーンゲットしただけか。お、経験値が上がらない。経験値の毛の字もなかったわ。ちょっとくらい上がるかなと思ったけど、全然上がらなかった。おめでとう。あ、エージェント X 上がったね。君が頑張った成果だな。ありがとうございます。レベル上げだけで褒められる世界。エージェントランク上がりましたね。おめでとうございます。ランクアップすることで、様々な機能が解放されます。ここで、初めての調査は完了です。カオストーンが一つはこれを持たないので、いくつか、おー、ありがてお渡しいたします。もうちょっと確認しておいてくださいね。これはちょっとレベル上げ。これレベル上げなのかな？カオストーンは、あ、バトンの時なんだ。バトンの時に役立ちますので、ぜひご活用ください。調査、お疲れ様でした。へー。でもガチャできて、今回満足やな。ストーリー見えてガチャできて満足やな。調査、これはいつでも行います。これで新米エージェントとして一つ成長できましたね。先代の俺の親父もこんなことやってたんか。私からのご案内はこちらで以上です。あ、終わりや。あ、終わりや。終わってしもた、イベントが。レオンさん、レオンさん。レオンさんの優しいチュートリアルが終わっちまったよ。なるほどな。じゃあ、これがちょっとね、ちょくちょくストーリーやっていって、まあ、ガチャもね、まあ、せっかく弾ける時に弾けなかったらもったいないんでね、いっぱい弾いていきましょう。これで多分なんか報酬が出てくるんじゃねえかなって思うからね。あ、すいません。やっぱ仮面ライダーになるには資格がいるんだな。複数のボー、お、これログインボーナスか。これ出てくるんやね。リリース記念ダイヤ400。これがあれか、魔法石か。魔法石やぞ、どうせこれで1ダイヤでどんぐらい手に入る、1回ガチャ引くのにどんぐらいダイヤいるのかちょっとわからんけどな。なんかこれ人形映画伝力求めし男道。これなんかモチーフとかもあるんかな。これかっこいいな。ログインボーナスいいね。600か、10日目が600。あ、でも新米エージェント応援か。もう2800どれだけすごいのかちょっとわからんけどな。まあ定期的にログインはしておこう。おかえり、今日もよろしくね。よし、今日もシフト頑張ります。バイト頑張ります。今日も明日はこれがもらえるらしい。サンドイッチ。でもコインとかダイヤがいいな。ちょっとサンドイッチはちょっとな。ご主人様に一万のエージェントになっていただくべく、初心者ミッションを用意いたしましたので、ぜひご挑戦ください。私もご主人様のご成長をおそばで見守らせていただきます。全然今カオスの意思とかわかんねえからな。ミッション任務完了かな。あ、任務か。あ、もう終わったの。お疲れ様。ありがとうございます。一番下のイベントミッションを見てみましょう。こっちイベント。あ、なるほど。初心者ミッション。いよいよだよね。エージェントとしての第一歩です。
ここのミッション。できそうなものから挑戦してみてくださいね。ありがとうございます。本日はミッションをご用意しております。まずはこのミッションに挑戦してみてはいかがですか？なんかビンゴみたいな感じで、一列揃ったら追加でもらえそうだね。またこのミッションクリアしていかがですか？第1章第10話読もう。なるほど、ストーリー読めばもう解放できると。ボタンがご確認ください。一万のエージェントを目指して頑張りましょう。一人前のエージェントになることをレオンさんが願っている。レオンさんが言うなら仕方ない。やるしかないだろ。調査はこれには RP、パスはこれには BP を使用します。RP や BP は時間経過で回復するため、積極的に使ってみましょう。調査が発生するエピソードは編成するカードや調査内容によって異なることがあります。新しいエピソードを見たいときは編成したことのないカードを入れてみたり、調査のスポットを変えたりしてみましょう。なるほどね。カードの組み合わせでストーリーが変わったりするんやな。じゃあストーリーへ移動してみましょう。まあこれはまたちょっと別の機会にやってみるか。うん。一回ちょっとここで動画終えます。うん。また次回でちょっとストーリー読んだりとか。またおそらく独人ボーナスでね、ガチャも手に入ったんで。あ、じゃあガチャじゃねえわ。ダイヤが手に入ったんでね。まあ、ちょっと何年かできると思うんで、やっていきたいと思います。じゃあまた、次の動画でお会いしましょう。